元スクエニ幹部、スクエニの不調はフォートナイトのせい、セガやバンナムも大幅な減益となっていると、このような発言がございました。こちらの元ネタとしましては、こちらの記事となっておりまして、では具体的にどういった内容が記載されていたのか、そちらについてまずは触れていきましょうか。元スクエニ幹部、スクエニの売上目標は無謀だったとの意見にやたら丁寧に反論と、ゲーム業界フォートナイト仮説を唱えてフルスをフォロー。この中で例えばジョコブ氏はスクエニが投資家向けにわざと高めの売上目標を設定していると、そういった誤解が15年近く存在すると言及と、少なくとも、同氏が在籍されていた当時はそのような方針はなく、現在もわざと売上目標を高くしているとは考えにくいと述べたと。というのも、ジョコブ氏によれば2015年から2022年にかけては顧客総数、こちらが増加を見せることが合理的に想定されていたそうで、今もそうした状況は同じだという。スクエニもそうした業界の成長傾向から、増益を見込んでいたと同氏は考えているようだ。一方、2027年にはフォートナイトが早期アクセス配信開始、同氏によると同作を含む基本プレイ無料ライブサービス型ゲームの台頭がゲーマーの需要に劇的な変化を与えたという。またジョコブ氏によると、そうした業界の変化の影響を受けたのはスクエニだけにとどまらないと。実際問題としましては、セガ、バンナム、そういった国内メーカーも2024年3月期にて他の事業では好調なものの、ゲーム事業では大幅な減益となったことを伝えている。基本プレイ無料ライブサービス型ゲームの台頭により業界全体が方針転換を迫られていることも伺えると。ちなみにジョコブ氏はその後もユーザーから寄せられた反応への返答として、スクエニのファイナルファンタジーおよびその他の IP における戦略などについての見解をかなり丁寧に述べている。またその中では同社が失敗もありつつオクトパス、トラベラーといったヒット作を生み出している点に言及、称賛されるべき挑戦もあるのに失敗から批判を受けている状況があるとして複雑な心境も、おっしゃっていると、まあ、そのような状況ですね。まあ結局そのスクエニのこの現役といったところ、まあ、特にその、まあ、先日の特損の件もございましたが、まあそれとは別に、まあ、純粋に現役となっているっていう点ですね。しかも去年一昨年と、まあ、立て続けに起こっておりまして、そこについて思うことがあるのか、ね、OB の方になるんですが、そういったところからですね、このような見解が飛び出してきました。まあそういったところで、まあこのような内容が今話題となっておりますが、こちらを見て聞いて皆さんは率直にどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。ただまあ売上目標につきましては、まあおっしゃる通りかなと思っていて、でまあセガやバンダムに関しても大幅な減益となっていると、まあそういった背景があるものの、じゃあカプコンとか任天堂とか、あと光栄とかはどうなのっていう点があるかなと思っていて、あちらについてはかなり好調っていうか、ゲーム業界全体としては好調かなっていう、肌感ではあるので、まあ確かに一部分のゲームメーカーにつきましては、純粋に現役となっている部分もあるかもしれませんが、まあ、ほんの一部分かなとは思いますけどね。まあそういったところで結局なんかフォローになってるようでフォローになってなさそうな感じもするしね。じゃあなんでその中で任天堂であったりとか、まあ、カプコンであったりとか様々なメーカーもありますが、それらは業績を伸ばしているのかっていう点ですよね。なんかそこについても特に触れられておりませんので、まあ、ちょっと結局なんかこれは何が言いたかったんだろうって率直に思いましたね。はい。まあ、そんな感じでございます。
ただまあ結局任天堂スイッチの普及っていったところが、まあ、現状ゲーム業界においてはホットな話題となっておりまして、まあ、逆にこの任天堂スイッチに乗り切ることができなければ、もろもろとですね、厳しいのかなと思っております。まあそんなところでしょうかね。まあ結局ね、カプコンとかフロムとか任天堂とかもありますけど、なんか逆に言うと、上位のメーカーについては相変わらず好調かと思うので、結局なんか理由にやっぱなってないよなってさっきの件については思いましたね。まあそんな感じですよ。スクエニか、いやーけど確かにフォートナイトか。けどフォートナイトってさ、ちょっと知識不足のところがあるんですが、今ってどうなってるんだっけ、あれって。フォートナイトは確かにその2017年から2019年ぐらいまでかな、そこら辺までが、まあ、相当人気があったコンテンツと理解しておりまして、もちろん2020年以降かなにつきましてもかなりのユーザーがいるかと思いますが、ただなんかその時の2018、19の印象が強すぎて、結局なんかね、20年以降でどうなんだろうっていうのが、なんとなくどうなんだろうなとは思っておりますが、なんとも言えないですね。まあとりあえずね、そのような状況となっておりますので、まあ、こういった記事が出回っているものの参考程度に受け取っていただければと思います。ただやっぱりゲーム業界全体に言えることですが、一気に変わりましたよね。まあ、フォートナイトの存在とかも含めて、まあ、そういったなんか基本プレイ無料にもかかわらず、ボリュームが相当あるゲーム、特にオンラインゲーム。ただ一方でスキンであったりとか、まあ、課金要素とかで儲けていくっていう、そのマネタイズのモデルかな、まあ、そういったものが出来上がっておりますし、でこれっていうのはある種ソシャゲみたいな、スマートフォン向けのゲームかな、そちらでも被るところが、一定あるかと思っていて、やっぱりその結局そちらの方にユーザーとしてもね、向かってるところはあるのかもしれません。まあ、結局なんか流行りとか流行ってないとかも含めて、ゲームってそのなんだ、秋がやっぱり来るので、なんかピークアウトするときは、いつかやってくるかと思いますが、ただやっぱりフォートナイトがもし仮に廃れたとしても代わりのフォートナイトがやってくるわけだからさ、結局なんかあんま関係ないよね。あと、原神か。原神も結局ピークすごかったけど、割とやっぱりピークアウトが早くて、ね。なんか今また他のゲーム、なんだっけ、ブルアカだっけ、ちょ、忘れたわ。なんかいろいろありますよね。まあ、とりあえずちょっといろいろ言いたいことがありますが、ただまあ、不調につきましては、なんか環境のせいにしておりますけど、まあ実際問題そうではないんじゃないって思ったので、ちょっと今回は取り上げさせていただきました。ただ、フォートナイトかな、まあ、そこの影響も少なからずあるかと思いますので一概に言うことができませんが、なんとなくね、今回気になったから取り上げたんだけどさ、けど結局なんだ、それを踏まえた上で結局ネクストアクションとして、ここは何をしたいのかってところが見えてこないので、なんかアドバイスとかフォローになってるようでなってないみたいな、なんか謎の記事だなと率直に思いました。はい、以上です。お疲れ様でした。